チャンピオンベルトの返還を行います。カナの腰からベルトが外されて一旦返還です。いつも通りトレードマークのカラー、髪の毛をピンク色に染め上げてまいりましたカナです。そのベルト、そしてカナの方もしっかり見据えているのがトルコ出身フンダ・アルカイエスです。ただいまより K-1 ワールドグランプリ女子フライ級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、163cm、51.3kg、トルコ、アルカイエスジム、フンド・アルカイエス。これが50戦目、42勝14 KO 勝ち、トルコのフンダ・アルカイエス、チャレンジャーです。赤コーナー160cm、51.9kg、日本、K-1 ジム三軒茶屋、シルバーウルフ。K-1 ワールドグランプリ、女子フライ級、王者、カーナー。52kg リミット、初代女王、2度目の防衛戦、笑顔からです、カナ。これが20戦目、20勝9の KO 勝ち。さあ、この戦いですが、放送席には K-1 ガールズの宮野真奈さん、はい、はじめまして加わっていただきます。放送席、こちら見据えている代々木の舞台です。佐藤義弘さん、平子祐希さん、そして K-1 ガールズの宮野真奈さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、宮野さんもずっとカナの戦いは見てきたわけなんですけれどもね、どんな風に感じてるんですか？はい、そうですね、カナさんやっぱり KO で勝ちたいという熱い気持ちが、はい、パンチに込められていて、もうどの蹴りもパンチもすごい魅力のある、迫力のあるパンチだと思います。本人本当にアメリカ修行でその手応えあるんですね。右手左手、右足左足、どの攻撃でも倒すことができるとカナ語っています。平子さん、ガードも固くカナ力強いですが、フンダ・アルカイエス選手、世界三冠王なんですね、はい、トルコの選手ね、まあ、いろんな、K-1 選手いましたけれども、はい、やはり強いイメージありますから、はい、そうですね、ただカナ選手はやっぱり技術もされていながら、このメンタルコントロールの部分が、集中力が素晴らしいですよね。まあ、その先に倒してきているということですよね。ここ2戦は対世界で連続 KO 勝ち。アメリカ修行では佐藤さん、蹴りを重視してきたというカナですね。あ、なるほど。でもカナ選手の、もう足技、もうこの足の太さもそうなんですけど、はい、いい蹴り打ちますからね。いや、そうですね、はい、ここの左ミドルキックです。うわ、投げるような右の拳。フンダ選手もいい足してますけどね。ありますね、蹴りをなんか華麗なミドルとか見てみたいですけどね、はい、アルカイエスの方はパンチ蹴りのコンビネーション、まあ、相手の戦法に合わせて打つ、そして倒すというファイターです。オールラウンダーですね。右に回ると左ミドルキック、カナが佐藤さん、こう退路立つように蹴ってきますね。そうですね、なんかちょっとこの格の違いを見せつけてやるわよみたいなサウスポー、はい、感じかな。スイッチを見せてますね、カナ、はい、で近寄って一旦ステップバック、またオーソドックススタイル戻してくる。平子さん、立ち上がり2人どうですか？いや、でもやっぱりカナ選手がすごく調子いいんだろうなと思いますね、はい、もう勝つっていうのは絶対条件の上に大きなテーマ掲げて、はい、倒しきるんだっていうね、なんかその気迫が見て取れますね、はい、ラリーハイ、まあ、技いろいろ見せてますよね、この段階で。技見せながら、このところどころで打つカーフキックが、はい、もうアルカイエスの左足は真っ赤っかですよ。そうですね、もう力入らないんじゃないかな、はは、かと思えばインド一発ちょっと顔面のけぞったが、左ハイエカナがつなげていきます。まあ、アルカイエスはカナの戦いというのはずっと見てきたと言います。ああ、ヤキタローキックから右のストレート、ちょっとこれ繊維がそがれたか、ボディ打ち、レフェリー間に入る、
いやどうだ、平子さんもこれ一気化成ですね。ちょっとこれはしんどそうですよね。残り時間10秒は切っています。心を折るか、カーナー飛んでいく、さらに右のフック、左フック、ガードごと壊していけというカナの戦い、第1ラウンド終了です。1ラウンド目ダウン1つ奪いました。平子さん続いて伺いましょうか。力強いですね。やっぱりこの内訳もさることながら一撃一撃の力強さが違いますよね、はい、いや全くですね。 K-1 ガールズの宮野真奈さん、今笑顔こぼれてましたね、はい、どんな風に見たんですか。はい、かなさん の勢いのある蹴りがものすごく見ていて、はい、ワクワクして、次の2ラウンドもすごい楽しみです。またさらに楽しみになりましたね、あのダウンで。はい、そうですね。さあこちらの表情はアルカイエスです。佐藤さんどう睨みますか。多分衝撃を受けてると思いますよ。あれ、ふくらはぎってこんな効くのみたいな、はあはあ、あんな効かされたことないんじゃないですかね。もう力が入らないみたいな感じで、アイシングはしてますね。ちょっとこのラウンドは厳しいと思いますよ、はあ、まだラウンドあと2つあります。カナのこの眼光、それに対して上下に動いて体をほぐしていきます。足の感触確かめたか、アルカイエス2度目の防衛戦、女子フライ級は52キロリミット。またカナが何か、これは平子さんちょっと雰囲気ありますね。あーカーフキック、早い右のストレート、左ミドルキック、蹴り足を捉えてはいけません。アルカイエスいいですね。痛めてる方の足で蹴ってるじゃないですか、はい、それでいいんですよ、はい、左足蹴ってる間は蹴られないから。そうですね、蹴り続けろって僕は先生に言われたことあります。おーそうですか。足痛いんだったら痛い方の足で蹴っとけっつって。実はそうなんですね、はいはい、うん、そう蹴り、ここそうです。浮いてる間は蹴られないですか、確かに。ボディワンツーインロー、カナの攻撃コンビネーション。平子さんコンビネーション得意というアルカイエスに対してそれで上回りますね。大株を奪ってる状態ですよね、はい、インロー、ナイスね、かなりきついですよ、押し込む圧力も強い。今度右足にも来た、よく見てますね、カナは。はい、ちょっと左の蹴りはアルカイエス力がなくなってきています。そこを根っこから断ち切るかのような左インロー、そして右のローは一つ空振り、左ボディ右ボディ、左インロー、ストレートからパンチも負けない。佐藤さん内訳に来てますもんね。うわーダメだ、ダメか、もうちょここはスパーク頑張っている、踏ん張っているがパンチ潰れ落ち、花の連打、ストップでもいいんじゃないですかね。あとは気持ちの面も崩れたか、首を横に振った、振ったアルカイエス、カナ満面の笑顔、さすがというほかない勝利です。女子フライ級タイトル2度目の防衛に成功です。2ラウンド1分31秒、文句なしの KO 勝ち、カナさすがです。佐藤さん、はい、最高の結果打ち出しましたね。そうですね、もう格の違いを見せつけたという感じですね。さあ詰めて、平子さん、はい、動き止まっちゃいましたもん ね完璧なコンビネーションと打ち分け、はい、ホーストみたいな側面を失われましたね。そうですね、ボディから上から蹴りからと、はい、体の連動が美しいですね。一旦冷静になってみてもう一度ですもんね、コンビネーション。まあ、勝負どころという点でも外しません。いや宮野さん、はい、今どんな お気持ち残りましたか。いやもうかなさんの笑顔がすごい嬉しいです。そういうところやっぱり見てるんですね。こう女子の太陽のような存在ですよね。そして改めて笑顔、中村プロデューサーも笑顔です。佐藤さん、はい、どうでしょう、力の点でいきますと、はい、まあ、カナがこれ上回っていたという側面もあるんですか。まあ、完全に上回ってましたね、はいはい、もう格の違いですね、はい、強かったカナ、本当にこの今上り調子じゃないですか、はい、ちょっと調子悪い時もあったんですけど、今本当上り調子だから、もう今ここら辺あたりで、はい、本当にカナ選手がやりたかってる相手と対戦見たいですよね。
これアニッサメクセンであったりスハリバンスストーだったりですね、まあ、その2人とは対戦してきているフンダ・アルカイエス選手をこれ打ち砕きました。これで4連勝、まあ、乱戦は判定勝利だったんですが、スーリマン・フレディ、オロール・ドス・サントス、そして今回のフンダ・アルカイエスを KO しています。平子さん、4連勝で 3KO 勝ちというのは立派ですね、はい、なんか自分がこの女子格、まあ、どころかも K1 自体を自分が引っ張っていくんだっていうその志と、その思いと技術がもう本当に綺麗に積み重なった素晴らしい状態ですよね。ここまででも状態仕上げるのは並大抵のことじゃないですよね、まあ、本当に今回も海外遠征修行ですね、アメリカで観光してまいりました、まあ、佐藤さん、そこの蹴りを重点的にトレーニングしてきたっていうところ成果も出たと見ていいんですか。そうですね、あのこの、まあ、蹴りで、まあ、実際カーフキックところどころ要所要所でポイントで出すところが絶妙だったんで、はい、そこのタイミングあたりを学んできたのかなっていう、はい、そうですか。もう本当に苦しいんだと言います。もうカナが外国のジムに来ると、いや私もやらせろ私もっていう風に、みんなこうかかってくるっていうことで、でもそれで自分も圧力負けしないようになったなっていう風に、カナ選手に一言コメントをいただきます。こんにちは、カナです。フンダ選手、対戦してくれてありがとうございました。そして毎日自分のことを成長させてくれている大食いさん、はじめ羽田さん、塚越さん、本当にありがとうございます。そしていつも応援してくれている皆さん、ありがとうございます。あと1個マイクで、みゆちゃんおめでとう。まずしっかり一部のメインイベントで、KO で倒したことは本当に嬉しいです。でもやっぱり自分が目指しているところはここじゃないんで、今年世界最強のアニッサメクセン実現させます。自分が世界最強、この K1 のベルトが世界最強ということを必ず証明します。世界最強の舞台を日本で必ず実現させます。この後2部3部続けてどんどん盛り上がっていくんで、長丁場ですが皆さん応援よろしくお願いします。 K1 最高、ありがとうございました。この言葉を叫びたかったというのが戦う前のカナの思いでした。平子さんも日本で実現させますってアニッサメク先生、言いましたね。もう条件はでも整っているように見えますけどもね、見たいですねこの状態で。本当にそうですね、まあ、こうしていくうちにどんどん外国人ファイターもやってくるようになって、まあ、佐藤さん、カナがターゲットになってくると。そうですね、いや本当コロナ禍が明けてもう幅が広がったら、はい、これからも本当にカナ選手が言うようにもう海外の強いやつどん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  K1 に呼んでもらいたいなと思いますね。本当にそうですね、鳥肌立つような強いやつと言ったりする、ね。はい、まあそれが現状でアニッサメクセンなのかどうかっていうのを我々も確かめたいですよね、はい、さあ宮野さん、はい、今カナ姉さんに言葉かけるとしたら何ですか。 K1 最高そうですか、シンクロしましたね女子フライ級52キロリミット、まあ、今回のケーズフェスタ6はこれ本戦第1試合から第8試合が第1部という構成になっていました。カナの言葉にもありましたけれども、いい形で締めましたカナです。本当に佐藤さん、いつも責任感っていうのも強く感じさせてくれますよね。そうですよね、もう本当背負ってるなっていう感じがします、これで21勝10の KO 勝ちと変わりました。ようやく安堵の表情で声援にも応えています。 K1 ワールドグランプリ女子フライ級初代王者強し、2度目の防衛に成功しています。さらに羽ばたいてほしいカナ